あ、かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず優しい子ね。でもあいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。うえ、リサさんが真面目に仕事してるなんて珍しいな。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのならあなたも参加してみない？お姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？急に仕事を押し付けるなよ。まあ嫌なの？お姉さんと一緒に困難を乗り越えるせっかくのチャンスなのに。ちなみに報酬もかなり豪華なのよ。あなたも知っていると思うけど、騎士団はずっと錬金術の研究をしてるの。でも大半の研究は実験室で行われるでしょ。だから人々は錬金術のことをあまり詳しく知らないわ。多額の資金を費やした研究は結局あまり多くの役割を果たせていなかった。そこでジンは錬金術の成果を一般人に広めることにしたの。ひとまず錬金薬をね。私は普段図書館のことだけでなく、騎士団が提供する薬剤の管理を手伝っているわ。薬剤学は私の研究分野の一つなの。ジンからすると私はこの仕事にぴったりだと思ったんでしょうね。ただ人々が日々必要としているものを提供するって観点から見れば、素材を少し調整して錬成方法も適度に簡略化する必要があるわ。そうなると簡単だと思っていた研究がちょっと複雑になってきたのよね。つまりオイラたちにその研究を手伝ってほしいのか？でも錬金術の理論なんてオイラたちよく知らないぞ。違うわ。お姉さん、もっとあなたたちにふさわしい仕事を思いついちゃったのよ。錬成技術の研究は着実に進んでいるけれど、実際に使った人々からのフィードバックが得られなければみんなのニーズに応えられるかどうかはわからない。でも薬を開発しながら意見を集めるとなると、より効率的な方法が必要になってくるわ。そこで私はひらめいたの。直接錬金薬を売るお店を開けばいいのよ。そうすれば薬を作りながら日常的な需要についても調査できるわ。おお、さすがリサさんだぞ。二つの仕事をいっぺんにやるってことか。そういうこと。そしてこの仕事に一番ぴったりなのが、我らが騎士団のエリート、旅人よ。教練院にいた頃もよく学生同士で研究を手伝い合ったものだわ。かわいこちゃん、こんな青春を体験してみたくない？なんかいい感じに言ってるけど、本当はサボりたいだけなんだろう？ええ、気合十分ね。仕事が一段落したらお姉さんが直々に報酬を用意してあげるわ。もうお店を開くための事前準備は終わってるの。あとのことは向こうについてから話しましょう。ここでお店を開く予定よ。わあ、この下準備をリサさん一人で全部やったのか？いいえ、騎士団のみんなが一緒に頑張ってくれた結果よ。開業資金はジンがわざわざ用意してくれたの。薬を作るのに必要な材料や設備についてはアルベドとスクロースちゃんが協力してくれたわ。そして今後の物資の補給は後方支援部隊の担当、そこにあなたたちも加わってくれたおかげでお姉さんの負担はかなり軽くなったわ。ここ数日騎士団はお店の宣伝をしてくれているの。準備ができたら
もう正式にオープンよ。じゃあ早速こちらの材料を使ってポーションを練成してみてちょうだい。ポーションが出来上がったみたいね。これで販売を開始できるわ。これで開店準備は終わったな。ちょっと休憩してお客さんが来るのを待とうぜ。最初のポーションは無事売れたみたいね。いい滑り出しだと思うわ。次にどんな薬を作るかは市場の情報を参考にして決めないといけないの。最近のニュースに基づいてどんなものが必要か推測する。これは経営のための必須スキルよ。なんだか難しそうだな。お姉さんが最近の市場情報をまとめてあげたから心配しないで。どう？これから販売するポーションについて何か思いついたかしら？じゃあ新しい薬草の栽培を試してみて。ここにある薬草は生物錬金の技術で品種改良されていて、それぞれ異なる効果と特徴を持っているのよ。入れる材料の種類によって最終的に出来上がるポーションも変わってくるから、いろんな組み合わせを試してみるといいわ。さあ実際に試してみて。栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。
彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ、なんでオイラたちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん可愛い子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな、オイラこうなるって分かってたぞ。栄誉騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士フレダです。どうぞよろしくお願いします。おお、オイラの名前ってもうそんなに知られてるのかって。侍従なんかじゃないぞ、オイラはこいつの仲間だ。すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が移ってしまって。あなたたちの功績はもはや伝説みたいなものです。本当に羨ましい。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。そういう暮らしはきっと面白いだろうなって。そうですね、小説に出てくるそういう騎士はみんな危険だらけの毎日を生きています。とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。最近新しい物資が届いたばかりです。必要なものがないかぜひご確認ください。注文数だとやっぱりオイラたち2人だけじゃ無理があるよな。そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売り上げデータを見たんだけど、やっぱり2人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。リサさん来てくれたんだな。ちょうど今助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなってだんだん手が回らなくなってきた。そうなんだ、こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど、実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。え、こっそりそんなことしてたのか。てっきりずっとサボってるのかと思ってたぜ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。じゃあ教えてくれよ、その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ。そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。
旅人さん、パイモンさん、こんにちは。何かお手伝いできることはありますか？最近ちょっと人手不足でさ、経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけど。ああ、その件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ。現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術、それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。おお、なんだかすごそうだな。早速試してみようぜ。アップグレードのための準備はできています。いろいろと試してみてくださいね。他の国から商人が来たみたいだ。見に行ってみようぜ。こんにちは。スメールから来た旅商人のアテフェだよ。お会いできてすごく光栄。そんなに遠くから来てくれたのか。いつの間にかオイラたちのお店ってこんなに。最近君たちが錬金薬を売ってるって話は情報通の商人たちの間じゃ噂になってるよ。こういう珍しい商品に関してはほとんどの人がリスクを犯したくないって考える。でも私からすれば、大儲けしたいならチャンスを逃すわけにはいかない。今一般人はまだ錬金薬のことをそんなに知らないけど、営業手段に合わせて販路を広めればどんどんモラが入ってくることは間違いないと思うよ。一気に名を上げれば10倍の値段でも売れるかもしれない。今回の商売が成功したら今年いっぱいは休めるだろうね。10倍？本気で言ってるのか？誰かが喜んで買ってくれる限りはどんなに高くても問題ない。それが互いの合意の上ってやつだよ。その発言、モラのことしか頭にないやつのことを思い出しちゃったぞ。スメールから来たって言ってたよな。まさかドリーと知り合いとかじゃないよな。ドリーっていうと、もしかしてドリーサングマハウェイ様のこと？あの方と知り合いなの？すごい！私サングマハベー様のファンなの。あの方のビジネスセンスとモラに対する執着はずっと私の励みになってるんだ。昔アルカサルザライパレスを訪れる機会に恵まれたことがあるけど、本当に立派で美しい邸宅だったな。いつか私もあの方みたいに数えきれないほどのモラを手に入れたい。完全に夢の世界に浸っちゃってるぞ。ありがとう。それじゃあ大儲けの方法について話そうか。シンプルな話だよ。定期的に仕入れに来るから必要なポーションを作ってくれれば、私がそれを他の場所に売ってきてあげる。協力してくれるなら販売するものについて詳しく話し合おう。私の勘だと今回必要なのはこういうポーションだよ。
可愛い子ちゃんって商売の天才なの？え、やっぱりあなたって学習能力がとても高いのね。もしあなたが助手としてそばにいてくれたなら、私の休暇も2倍になったでしょうに。さあ、売上データはすでに十分集まったわ。お疲れ様。もちろん、もし引き続きお店を手伝ってくれるのなら、お姉さんはとっても嬉しいけど、これでジンにも報告できるわね。旅人、パイモン、久しぶりだな。ジン団長、来てくれたのね。ちょうど可愛い子ちゃんとの仕事の引き継ぎが終わって騎士団に戻ろうとしていたところよ。ああ、他の騎士から大体の状況は聞いている。今回も旅人に手伝ってもらうことになるとは思わなかった。あら、こういう大切な仕事で成果を出すには賢くて有能な協力者が不可欠なのよ。だって私だけだったらここまで効率よくこなせなかったもの。確かに君たちの実績は驚くべきものだった。他の用事を済ませてから様子を見に来ようと思っていたが、なかなか時間が取れなくてな。せめて面と向かって礼を言いたかったんだ。ああ、君たちのような優秀な仲間がいてくれて本当に安心だ。この件が一段落したらちゃんとお休みをくれるかしら。最近少し抜け毛が多い気がするわ。もちろんだ。連日苦労をかけるな。君が毎日図書館に入り浸っているのを見て、ずっとそればかりだと退屈するのではないかと思った。それで君の才能をより発揮できるような仕事を手配したのだが、一気に負担をかけすぎてしまったか。まあそんなことないわ。騎士団のみんなのサポートもあるし、頼もしい旅人もお仕事を手伝ってくれたもの。たまには本業に戻って研究をするのもなかなか面白いわね。そうか、そう思ってくれているならよかった。旅人、改めて感謝する。この報酬を受け取ってくれ。そうそう、お姉さんもあなたのために記念品を作ったの。気に入ってくれると嬉しいわ。